おはようございます。今、朝の6時45分です。C からサッカーします。怪我しないように、しっかり体を動かしたいと思います。どんな顔なの？今日は初めて地元のクラブの初蹴りに参加します。初蹴り混ざってきました。OB で、三菱昭和の中学生がいて、プロになったらどうしたらいいですかみたいな質問されて、そんな感じ懐かしいなと思いながら、すごい頑張ってもらいたいなと思いました。なんか純粋にすごいね、僕なんかにこう話聞いてくれて、嬉しかったですね。僕もまだまだ頑張ります。写真のこと？大丈夫こんな感じで。動画じゃん。何しようかな、引退したら。何年現役やれるか分かんないけど、その準備は しときたい。何歳までやりたい？全然、そんなんないんだよ。自分が一戦でできる体じゃなくなったなと思ったらやめればいい。で、上を目指せなくなったなって、自分の中で。それあるよね。そう。上を目指せなくなるって結構辛いよね。でもさ、よくそう思うんだけどさ、結局、その場になったらさ、やっぱやりたいじゃん、やりたいサッカー。でも次にやりたいことがあればまた別でしょ。だからそれを見つけるのが難しい、難しい。やりたいことないもんな、サッカー以外、今んとこ。だからでも指導者向いてるよ、絶対的に。俺向いてるかも。絶対向いてる、絶対的に向いてる。教科部とかより絶対現場だと思う。しかも意外とプロより大学生の方がいいと思う。それはわかるよ。ライセンス取んなきゃな、新人は。ないでしょ。あったけど。あった大学で来た。あ、いつだね。でももう執行した。3000何百円が払わなくて執行した。もったいない。でも、引退サッカーの仕事多分つかないから、絶対。絶対はないでしょ。絶対。絶対はないで、99%。好きだよ、めっちゃ好きだよ。俺のこと意外と好きだよな。いや、結局でもさ、意外とっていうかさ、仲間に。そう、結局はサッカーを真面目にやってるやつですよ、ケンさん好きなんで。別に、そんなふざけてても何でもいいんだけど、普段は。だからピッチでちゃんとやれるやつってことでしょ。全力で準備して、ね、サッカーと向き合うやつが好きじゃん。結局そうじゃないと仲間に。いや、そうだよね。でも、どう言ってんじゃん、それずっと俺は。でもあなたは誰にでも良くするそうじゃないよ。よくするけど、本当にそういう話するやつは限られてる。でもさ、わざわざ自分から会おうとかな。でもそれはいい確率論だから、そういう人たちもいずれどっかの仕事ついて、まあ、なるじゃん。俺の場合は多分それないと思う。自分が本当に好きな連中からは信用されてるけど、自分がないと思った連中にはでも相手もないから、もうなんかこうなっちゃう。でそれは良くないけど、まあそのスタンスで生きてきたから、ちょうど。それはお前のいいところであり悪いところだ。そう狭まっちゃう。狭まっちゃう。本当はもっと仲良く喋ってたりとかしたら、本当はいろんなとこ出てきたりとかしていいかもしれないけど、そういう一面見たらないって思っちゃう。いや、そのスタンス大事で、サッカーに対して。もう思うの、ね、福岡すごくね。すごいよ。しげさんすごいよ、実際。実際マジすごいよな。いや、勝負師だよ。ね、勝負に徹してるもん。やっぱり亮太郎さんとかもやっぱうまくやってるんだろうな。やっぱ亮太郎さんいいじゃん。まあね、俺はいいと思うんだよ。すごいいいと思うよ。やっぱさ、ああいうのってセットで行った時セットで良くないとさ絶対うまくいかないじゃん。
いや、あのセットすごいいいと思う。ハッピーセットだ。知らんけど。今の使う。何ぐらい。はい、上方して、はい、手、はい、足を上方して。田中さんはかかとをこう内側にして、親指も少し持ち上げた方が力が入る。はい、やる。いいんじゃないですか。ああ、これはね、本当こう取られてもやらせやなくてね。本当一本でもないと全然違う。マジで。力が抜けちゃうの分かるだろ。あ、いいよ。ベタっていう感じなんだよ。だから内側落ちてるって多分そこが一番落ちてる。うん。この真ん中が一番落ちてるから、下もこっちも落ちてるけど、こっちここが一番落ちてるから、ここをこう持ち上げて抜けちゃう。こんな感じで最終的にできました。裏張りしてね。ありがとうございます。まあ、長く使ってください。はい。はい。カレンダー。あそこのカレンダーさ、あれダメだから。